はい、ということで洗浄が終了しました、まあ全部を全部したわけじゃないんだけど、金属パーツ特にギア周り系とかベアリングに関しては一通りやったかなと思います。あとこのハンドルとかスプールのベアリングとかワンエークラッチローダーのベアリングとかはまだなんで、それはもう組み立ててる途中でやっていこうかなと思います。さてじゃあ直していきましょうか。で直し方はこの順番で外したから、この順番で戻す、それだけ。以上、やっていこう。もう本当にただ戻すだけなんで、やり方もクソもないんですけど。はい。で、これがいわゆるウォームシャフト、レベルワインダーを左右に動かすためのパーツなんだけど、実を言うとベイトリールの中で一番過酷な環境にさらされていると言っても過言ではないんですよね、ここのパーツって。だって唯一外部に露出してるし、しかもここってめっちゃ水かかったりゴミ拾ったりする場所だから一番過酷なんで、ある意味ではオイルの性能が一番影響を及ぼす部分の一つとも言えるかもしれない。なんかみんなはベアリングベアリングとは言うけど、実はここが一番大事で、よくオイルとかでフォーカスが当てられる潤滑性とか回転性っていうのはここには別にいらんでしょ。それよりも強い、まさに僕が普通にひいきにしてるボワード製品、こういったボワード製品の一見分かりづらいメリットっていうか強み、油膜の強さ、回転性能、潤滑性能っていうのはなんかなんとなく分かりやすいと思うんですよ。うわ、なんかこれ刺したらめちゃくちゃ回転良くなったとかみんな実感すると思うけど、油膜が強いって分かりづらいじゃん。俺もねそれちょっと考えたんですよ。どうやったら分かりやすく油膜の強さを映像として残せるかって考えたけど、結果分からんっていうことで、じゃあみんなの中でそれを強く実感できる箇所があればいいんかなと思ってちょっと今回言うけど、一番おそらくリールの中でその強さが求められるところっていうのはこのウォームシャフトね。ここが強いことがすごい大事なんで、ここはサラサラオイルではなくて、本来であればグリスを塗る場所なんですよね。油膜の強さを求めたいからグリスを塗る場所なんだけど、グリスっていうのは固形だから結構ゴミとかをね拾いやすくなってしまう。だからオイルの方がいいっちゃいいんだけど、グリスはグリスで大事だしなみたいなね、そういったところがある。なのでここはいわゆる強いオイルというか粘度の高いオイルがね、まあある意味ベストマッチかなと思う。でライトデューティー、ボワードでいうところのこのライトデューティーをね、使っていきたいと思います。まあシックヘビーでもいいかもしれないけど、エステルの持つ科学的なその金属吸着みたいな、そういった部分も考慮したいっていうかね、生かしていきたいんで、ライトデューティーのねその強みっていうのをここで生かしていきましょう。えい、こっちに乗せておこうか。えい、えい、オッケー、これでいいでしょう。まあ後々紹介するけど、ボワードのオイルの中でも使用頻度が高いオイルの一つが僕はライトデューティーです。でオイルを挿した状態で、まあここのカラーを入れて、まあパーツを組み直していきますよと。よし、はい、こんな感じで、続いてはこのパーツね。このパーツを、はい、こういう風に差し込めたら、ここもライトデューティーを一滴入れとこうか。OK。よし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 、ね、ここ回したらレベルワインダーが連動すると。レベルワインダーの方向を決めるこのシャフト、まあまあもうここは順番通りに組めば OK というやつですね。で一旦こいつは置いといてメインシャフトを組み立てましょうね。この豆粒みたいなパーツをね入れて、これ指でやった方がいいな。こうちっちゃいパーツほど逆に指でやった方がいいっていう。ここで、ああここがね押し込みながらやらないと入らないんですよ。 OK 入りました。入ったら
どの方向だ、こうか。ネジの位置とギアの位置を考えて、こうなるんだな。こうしてベアリングを置いて、このベアリングが洗浄済みです。で、ネッシュ OK。 はい、こんな感じですね。で、ここのベアリングにもオイルを刺さなきゃいけないんですけれども、ここのベアリングってこのシャフト軸を一回一回取らないといけないし、何よりまあ回転性能とか別にいらんでしょっていうところなんですよ。なんで粘度の高い、まあ、グリスでもいい、正直グリスでもいいし、粘度の高いオイルでもいいということで、僕はもうこいつ使います。ボワードのオイルのスティックヘビー、こいつね。ちなみに俺が使用頻度の高い3大オイルの一つですね。ボワードの一つライトデューティー、もう一つがこのスティックヘビーね。スティックヘビーと残りがゴリアテ、これが3台です。ここにテロンテロンを塗っつける。多少いっぱいつけてもいいやろ。はい、塗っつけたらここに、はい、はめますと、あ、はまりませんね。あれ、ちょっと待って、はまらん。結構硬いね。今結構思いっきりゴシッってグイッてやって、ようやくバチッて入った。相当クリアランスが少ないわ。まあでも綺麗に入りました。はい、で入ったらここの、まあもうこれ取り付け順だな。ここのギアをつけてね。よし、はまった。はまって、さあいよいよこれね、 E リング、こいつ飛ばさないよ。ちなみにこういうマジで飛ばしやすいやつを作業するときは、なんかね、袋にね入れてねやるっていうのがあるらしいのよ。そしたら万が一飛んでも袋の中に残るから大丈夫っていうやつなんだけど、今回は袋使いませんけどね。はいはまりました。で、ここのシャフトを押さえるネジをね、これ磁石がついてるのかな、こういう風にくっつけてやれるっていうのはいいね。安いやつはついてなかったから苦労してたんで、うわ楽、本当に楽で、回す時も滑らんし、あー全然違うな。やっぱり高いドライバーって何がちゃうねんって思ってたんですよ。ドライバーなんか全部一緒やろみたいな釣り竿なんか全部一緒やろって言ってるやつと一緒なんだけど、実際に何が違うんやろって分かんなかったけど、全然違う。はい、こんな感じにしました。で、ちょっと今シックヘビーを回して馴染ませるね。別にさ、こんなの後でやればいいって話です。さあ、続いての問題です。次はこのベアリングね、ここのベアリングをはめます。で、ここにもオイルを刺さなきゃいけないんだけど、このベアリングって何のベアリングかって言ったら、ピニオンギアを支持するためのベアリングなんですよ。なんで影響としては巻き感に影響を与えるところなんですよね。で、よくリールを巻いてて異音がする場合あるじゃないですか、シャラ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 とか。で、巻いた時に異音がした場合って結構みんなギアがダメみたいな風に言うんだけど、ギアがダメな場合って結構特定のところで違和感が出る場合が多いんですね。だからゴリゴリゴリみたいな、そんな感じになることが多いんですよ。ゴリ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 ってなる場合って本当にギアが全部ダメージを受けてないとそれは起こらないから、そのメインギアとピニオンの接触部分で何かが発生してるってことだからね。ギア全部が本当に欠けてるとか、まあありえないんだけど、このギアの山全部欠けたらガリ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 ってなるかもしれない。基本的には何箇所かバキバキバキとかなってるとかね、そういうことだと思うんで、そういう時ってゴリッゴリッって特定のところでゴリッってなるっていう、それがギアなんですよ。逆にシャラ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 とか変な音するとかノイズがひどいっていう場合は基本ベアリングです。で、そのシャラシャラ感が出やすいところっていうのはここのベアリングなんですよね。で、ここのベアリングを粘度の低いオイルを入れると巻きがすごく軽くなるんですよね。だから軽巻き仕様みたいな感じになる。その代わり異音が大きくなります。だからこの間のクロノアークの動画でなんか音でけえなって言ったじゃん。あれ、あの時まだちょっと俺分かってなかったんだけど、あの後勉強したからね、分かってなかったんだけど、ここのベアリングのオイルもゴリアテを使ったから、まあ、巻きが軽い分音がひどかったということなんですね。で、俺はあんまりそれが好きじゃないから、今回はこのスティックヘビーね、だから高粘度、超高粘度オイルをここに刺します。よし、いいでしょう。ということで、ここのベアリングにスティックヘビーを刺しました。
でシックヘビを刺すことによって薪がちょっと重く寝たっていうちょっとねっちょりした感じになるんだけど、その分そのしっとり感というかシルキー感も出るし、何よりイオンが少なくなるし、俺はそっちの方が好きなんでここにシックヘビを入れました。軽巻きがいい、音でかくてもいいから軽く巻ける方がいいっていう人はもっとサラサラ系を使うといいと思います。はい、ということで、パーツを組んでいきましょう。さあ、ある意味ベイトリール一番の鬼門となるこの部分ですね。ここのパーツ群ね、バネを入れて、このなんか変なギミックを入れて、でこのギミックがな、ここの穴とかとくっついてるんですよね、このギミックの下のへこみがね、っていうのを全部ねやんないとダメなの。でこの白いパーツも全部ここの穴とかとくっついててっていう、それ全部入れないとダメなのね。でこのバネを飛ばさないようにね、押さえながらこういうギミックとかね入れないとダメなんです。難しいのよこれが、難しいの。よし、これが今ハマった状態です。ハマった状態だけど固定してる状態じゃないから、この状態だったら吹っ飛びます。吹っ飛ぶんで今白いパーツで押さえながらやってるけど、この蓋の部分をね、蓋を置いてやってネジで止めて安心なんです。これネジ止めるまでがちょっとねあれですから、気をつけないといけないポイントですから、ちょっともう余裕ないんでここはね、もうネジがドライバーにくっついてくれるっていうだけでも作業効率が全然違う。どこだと、ここか、よし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 で締めて締めて OK。 これで蓋が閉まったんで、ここのパーツ群は飛ばなくなりました。 OK だね。でギア関係に行きましょうということです。なかなか疲れるな。さあギアも順番に組み立てるだけなんだけど、金属部品が多く、しかもこう接触する部分が多いのでグリスを塗らなきゃいけないのですよ。で今回はデルタ、全部デルタにします。このバンタムの使用用途的なところを考えた時に、ね、これビッグベイト、ジャイアントベイトとかフロックとかに使ってたやつだから、基本的には高負荷対応型の対応高負荷な用途で使うリールっていうことで、そういう用途で使うのはもうデルタ一択です。本当は筆とかがあるとねいいんだけど、筆はないという、筆の方が手に入るやろって感じだけど、いらんかなって思っちゃって、やった後は指で結局指で塗り広げる。で組みます。手が油だらけ結局指でやるって、指オイルだらけになる。いよいよメインギアになりますが、このメインギアもね OK で入れてやると。でこの辺もこれドラグのカーボンワッシャーです。まあベイトリールのドラググリスとしてはデルタがいいかなと思いますんで、デルタにしておきましょう。この辺もうなんか指に残ったオイルだけで拭くっていう、はい、こんな感じです。で続いてはピニオンギアだね。ピニオンギア、ピニオンギアもデルタを塗ります。まあまずこの辺のところ、中のところもねちゃんと塗ってあげると。で塗り終わったらこのプラスチックのね指示器みたいなんで、こういう風に指示します。これも上下左右があります。左右はねえか。でここの、あ、ずれました、蓋の軸の部分ですね、ここに差し込むということです。 OK、 刺さらんぞ、刺さった、はい。でギアとピニオンギアの刃のところにデルタ塗っていきましょう。 OK、 塗りましたということで、続いてはこのピニオンギアのバネの部分ね、これなくしたらクラッチ切れなくなるんで押さえて、で蓋をする前にこれちょっと置いときましょう。こう蓋汚ねえな、洗うか。はい、
で、今ちょっと洗ってきました。パーツクリーナーで拭いてね。で、オイルとか脱脂したんですけど、ここにワンエアクラッチローラーだったりとかがあるんで、ここにもオイルを刺さなきゃいけません。ということで、もうグリスはいいです。君はもう今日はお仕事終わりました。これから、この辺のパーツに対してオイルを刺していくんですけど、これね、新発売になったばかりのキメラ。このキメラがいわゆるこのワンエイクラッチローラー、ここね、リールのハンドルの逆回転を防ぐところのベアリングかな、一応ベアリングに刺すためのオイル、まあ刺すためっていうか、そこが一番目的として作られたオイルということで、でキメラの特徴はエステル系でサラサラと、でも化学的な金属吸着がするからサラサラなのに強い、それがねキメラのいいところですから。でここの 1A クラッチローラーにつけるオイルは粘度が高すぎてしまうと中のローラーの動きが悪くなってしまうんで、粘度高い分ね、だから逆転しちゃうことがあるんですよ。粘度サラサラ系の方がいいです。グリスとか高粘度オイルを入れてしまうとちょっと問題なんですよね。かといってただサラサラなだけのオイルだと油膜のね維持率が低くなってしまうんで、サラサラだけど強いがすごい大事なんですよ、だからキメラが。この 1A クラッチローラーもそうなんだけど、他にもちょっと金属パーツとかが周辺にあるんで、このネジとかもそうだね。さっきパーツクリーナー吹いちゃったんで、こういうところにもキメラ入れておきましょう。はい、こんな感じで OK、 こんな感じです。でここで蓋をかぶせるということです。で蓋をかぶせるときにこれ先に入れとこうかね。これねちゃんと はまるように入れないとダメなんですよ。ちょっと難しいんですね。入れたら蓋をする。で、きちっとスコッてはまるように蓋をしてあげるが大事ですね。で、この蓋とボディをしっかり押さえた状態のままちょっと一回クラッチを切ってみます。こんな感じでね。中のこのギア周りのパーツが組み方なんかミスってたらこれクラッチ切れないんで、これでちゃんと切れるかどうかを確認します。これで OK。で、ここ押さえとかないとパーン飛んでいくから押さえておきましょうね。で押さえたらネジをはめるとね。おお、いいな、しっかり締まるね。いやもうね全然違うあのネジこんなに違うんだ、ネジするの。今までなんかホームセンターで買ったセットの安いやつだからさ、比較対象あれなんかもしれない。全然違うわ。はい、すごい綺麗に締められました。これで OK ですね。でここのベアリングを入れるということなんですけど、ここのベアリングはいわば巻きに影響するベアリングなんで、回転性能とかねあんまり気にしなくていいので、粘度高いやつでぬるっと感を出したい。まあ軽巻き仕様にしたいな、ここもね粘度低いのを入れる方がいいと思うんだけど、俺はもうシルキー感を出したいということでライトデューティーにします。ちなみになんでシックヘビーじゃないかっていうと、この辺の周辺キメラ入れたからキメラと相性良さそうなっていうライトビューティーなんですね。はい、 OK。 で次にメカニカルブレーキのベアリングを入れると。でここのベアリングも、ここのベアリングもねピニオンギアを支持するベアリングなので、回転性能よりかはしっとり感重視にしたいと思います。あれ飛ばさないように指で押さえながら押さえながらはめてやる。 OK。 ではめたらここもねピニオンギアを支持するところなので、俺はシックヘビーします。軽巻き仕様にしたい場合はもっとサラサラなやつを入れた方がいいかなと思いますけど、僕はもう多少ネトッと感したくても巻きが重たくなったとしてもシルキーな感じが好きなので、これかなり重たい巻き仕様にしてますよ。ギアにはデルタ、ピニオンの支持ベアリングにはシックヘビーだからね。でエクストラハイギアでしょ。まあまあ重たいと思う。安心感があるな。やっぱ強いっていうのは大事だからね。ビッグベイトとか使うリールだからね、強さは正義です、このリールに関しては。でメカニカルブレーキの蓋をしてこの辺は完成か。であとはハンドルを組みます。でここのパーツを順番に並べるだけなんだけど、まずはちょっとハンドルのベアリングを変えましょうかね。これちょっといわゆるゴメクサス、禁断のゴメクサスハンドルのね、パーツなんだけど、まあ内容は
全部一緒。蓋を外して中のネジを取って、でベアリングがついてると思うんで、そのベアリングを洗浄するみたいな、やってることは一緒です。2点のベアリングで指示されてるはずなので、ダストも取って、はい、これですね。こいつ洗浄しておきましょう。はい、ということでね、ハンドルのベアリングの洗浄が終了したので、ベアリングを戻していきましょう。こういう風に刺して、でここにも当然オイルを刺さなきゃいけないんだけど、ここはちょっとね、俺は今回こいつ使いましょう。今回とかいつも使ってないけどね、PSLR フォワード製品の中で最高傑作、最高級品とも言われる PSLR を使います。まあ、錆びないようにが目的ですね。ここは別に回転性能とかいらんので PSLR、 ただしここの回転性能をなんか求める人も全くいないわけではないので、回転性能欲しい人はヒドラね。よしよし、よし、入りました。入ったらここにも PSLR、 どういった、ネジを締めてやるということです。だっけ、もう片方も同じように、まあ、BSLR はね、ヒドラもそうだけど防静添加剤が入ってるっていうことで他のオイルとの混合が難しいんですが、こういう独立したところだったらね問題ないんで、意外と回るなBSLR なのに粘度高いから、もうちょっとしとっとなるかと思ったけど意外と回りますね。 OK で、ハンドルを組んでいきましょうか。ここら辺のパーツはもう順番に入れると、やって最後こういうレンチかなで、しっかり締める。ただしここはね、締めすぎ注意だからね、締めすぎちゃうとネジ山潰れちゃってハンドル抜けるからこれはもうよくあることです。思いっきり締めればええやろうじゃないんですよね。トルクはかけながらもう潰れない、ギリギリ、はいはい、よしよし、でネジ、ここのネジがなあマイナスやもんな、なんでマイナスやねんちゅう。よし、オッケー、うわ、めっちゃねっとりした感じの巻き方になってます。はい、これでボディは完成ですけど、スプール周りがね、バンタムはちょっとあります。まずこちら、スプールのブレーキの蓋ですね、ここにベアリングなんでこれを外しましょう。飛ばさないようにね、このベアリングを止めている五角形のこのワイヤー飛ばさないように外して、中のベアリングを、よし、取れた。こいつを取ってこいつを洗浄すると、おお、回りますね。 OK、 洗浄したのではめ直し OK。 でもう一個、ここね、バンタムはここにベアリングが、スプールにベアリングがついてるということで、これもね外さなきゃいけないんだけど、これ外すときに使うのはこれね、ベアリングリムーバーみたいなやつ、名前は知らんけど、このベアリングを止めてるピンをね外すんですよ。でピンはね、向きがあるんで細い太いがあるんですよね。まあいわばくさび状になってるということで、当然細い方から押してあげないと外れませんよ。こういう風にピンをグイグイ、こういう風に見えるかな、ピンがね押し出されたでしょ。よし、はい、これで取れたんで、ここのベアリングも外せるということですね。ここにゴムのスペーサーみたいなのがある、これ外さないとダメだった、はい、これを外せば取れ取れ取れた。ここやかなか、なかなか厄介やね。よし、洗浄します。すげえ音すんな。まあいいでしょう、
はい、でやったら戻してでピンも、はい、ということでね、ピンを差し終わりましたということで、ここにもね、こことここのベアリングにオイルを差していくことになると思うんですけれども、基本はこいつだと思います。ここはスプールの回転性能に影響を及ぼす部分なんで、ゴリアテかベイトフィネスキリールならクラーケン、この辺になってくると思うんだけど、このリールの用途的にはビッグベイトとかが主になってくるんで、それならライトデューティー、こちらちょっと粘度高めのオイルをね刺してやることによって回転を落ち着かせて扱いやすくするという目的で一滴もないけどね、一滴、はい、こんな感じですかね。で、まあブレーキシューのところはいいでしょう。はい、でスプールを組み込んでメカニカルブレーキを調整してゼロポジションね、ゼロポジよし、ここだな、はい、完成です。めちゃくちゃ巻き重たいよ重たいというよりぬっとり感がすごい。でもイオンとかがね全然ない、静か。これをシルキーと取るか重たいと取るか人それぞれ、すごい巻きの抵抗感です。まあでもビッグベイト用としてはこんな感じでもいいと思います。で今回はいろいろねシックヘビー入れたりしてたけど、場所によってはライトデューティーぐらいでもいいしっていうことで、そこら辺は好みかなと思います。あとはちょっと回してなじましてやるね、グリスだったりオールだったりっていうのはね。 OK、 これで完成。はい、以上バンタム MGL のほぼフル分解だったな。 2.8 ぐらい2.8 分解ぐらいでしたね。まあご参考までにということです。ゆっくり回せば分かるこのねっとり感ね、高粘度オイルをぶち込んでるからね、耐久性重視です。以上です。